い、この日は世田谷にあるガガンジュエリーというアクセサリーブランドのお店に行きました。結構個性的なものもたくさんあってすごく可愛かったです。種類が本当にいろいろあってどれにするかすごく悩んだのですが、私はじゃん、この今カメラを持ってる手でつけている細いリングをオーダーしました。え、めっちゃ似合ってます。いやー、てかさ、画像っていうか動画で見ると結構あれだわ、変わりました。そうですね、わかると思います。はい、ナッキーは今日もありがとう。ありがとうございました。バイバイ。マギちゃんと、はい、また LA からまたエアラブリーが、エリカちゃん来た。今日は3人でランチしました。はい、はい、ちょっと今ね、あの天気いいからお散歩がてら。天気いいです、いいです、サニーです、天気いいです。はい、マジ天気幸せ、昨日まで雨だったんですね。はい、で私はその後にアクネのフォール&ウィンターのプレスイベントに遊びに行きました。私は本当にアクネが大好きなので一足早くいろんなお洋服が見れて楽しかったです。はい。かわいい、めっちゃかわいいです。イエーイ。めっちゃかわいいです。鏡はない。鏡がない。めっちゃ似合ってる。結構なんか聞こえますね、これ。全然、だから今日のお洋服にめっちゃお似合いです。いや、好きです、そのこういうジャケットが、ね、一番着やすい。間違いない、着回し聞いて間違いない。かわいい。これはかわいい。ちょっとお見せしましょうか、こんな感じ。商品化してくれるといいですね、これに関しては。ね、これは思想ですよね。イエーイ。お久しぶりです。待って、お久しぶりです。待って、お久しぶりです。オレンマニグニョ。オルマニエよ。オレンマニミだ。オルマニミだ。オレンマニミだ。今日も楽しかったです。오늘도즐거웠어요。Me too. Yes. バイバイ。다음에또만나요。また後で。私が韓国に行きます。제가한국에가요。Good. Yes. バイバイ。バイ。はい、こうやって喋るのがなんだかめちゃくちゃ久々です。ですね、最近は全然 YouTube を編集できていなくて、なので全然あの皆さんもうお察しの通り、あの本当に本当に全然配信できてない状態なんですけど、ちょっとバタバタ過ごしてまして、とはいえ、あ、 YouTube やらなきゃみたいなのはいつも心のどっかにはあって、なのでやります。最近は何をして過ごしてるかっていうと、まあいろいろしてるんですけど、家を結構片付
けました。あのインスタとかでも話したんですけど、ここの空間がもともとコロナ禍で夫が仕事場で使ってて、なんでいろいろ結構デスクトップの PC とかプリンターとかわーっと置いてあって、ほんとがっつり仕事場っていう感じだったんですけど、それがあの夫が事務所に戻ったので、なくなりまして、私のスペースということで、なんか自分の好きな感じにちょっといろいろと模様替えっていうの、まあお片付けして、最近はほんとここが私の癒しのスペースで、まあリビングがすぐそこなんですけど、リビングで過ごしてることもあれば、結構このスペースでこの椅子に座って過ごしてますね。で、まあなんだろう、でもまあぼーっとしたりとか、まあいろいろやらなきゃいけないことやったりとか、ここに全部テーブルがバッとある、テーブルっていうのこれ、まああるので、ここでいろんなことをしています。で、ここで YouTube の編集したりとかもしますって感じです。なんかね、本当にいろいろ、でもまだなんか完成はしてなくて、この T シャツ可愛くないですか、エルモが空手、そう、まだ完成はしてなくて、なんかもうちょっといろいろと、なんだろう、いろんな家具屋さんとかに行ったりとかして、自分のお気に入りのものをまた少しずつ集めたいなっていう感じです。はい、ちょっと紹介してみようかな。まあこんな感じです、いろいろとざっくり飾ってる感じです。今これはクロエの写真集、クロエに会った時にサインしてもらったやつです。この辺は自分で集めましたね、かわいいよね。こんな感じで、はい、自分のものもあれば夫のものもあったりとかして、あれはただのあれです洋服を買った時にこれに入ってて可愛いから飾った。このブランドすごい可愛い、海外のブランドです。ポケモン図鑑、私が大好きなサムウェアです。あとはこの辺、あ、夫が撮ったこれは写真かな、あ、やばいやばいです、これは娘のスライムです。スライムが置いてある。あ、これはあれですよ、これ何、何なんだろう、これニュージーンズなんだけど、これ DVD？ 私のじゃないから分かんないんだよな。そう、この辺はこれ、チェリーは昔シュプリームが出したスケートビデオですね。まあそんな感じのものがざっと飾ってあるんですか。あとね、これ、この、これね、買いました。お気に入りのライトです。あとは、この辺の絵？額装されている、このポスターのような絵のようなものはもう、すごい、あ、なんか汚いな。昔から、飾ってて LA のフリマで買ったものですね。そう、そんな感じでまだまだあれです、途中です。この空間は、はい、とまあそんな感じでいろいろと飾って模様替えしてみました。あと最近の近況なんだろう、何ですかね。最近はなんか買い物したかな。
あんまり一時期より買い物してなくて、そんな物欲もなくて、なんだろう、最近はサングラスとかは、展示会で頼んでたものが届いたりとかですかね。はい、紹介しろよって感じなんですけど、今手元になくて、ちょっと持ってこようかな。ちょっと持ってこよう。はい、じゃじゃん。あ、なんか汚いなぁ。ちょっと拭きますね。ちょっとこれ新しいメガネ拭き。もう皆さんおなじみの、私が本当にめちゃくちゃ持っているアイウェアブランドのブランのサングラスなんですが、これはまあでもサングラスレンズが薄いんであれですけど、こんな感じでどうですか。この形が好きすぎて3つ目ですこれね。で、今まで持ってたのは黒縁とあと茶色縁、今回クリアになってて、レンズはちょっとしたブルーになってます。どうでしょうか。はい、あとはこれよりも少し前に届いて、でもまだねかけてない、これは夏にかけたいと思ってるから、じゃん。パリス・ヒルトン・ミナールカラーリングのこちらのサングラス、これ同じ形で黒も持ってます。気に入ると同じものを集める習性があるので、私はこれはまだねかけて出かけてないです。なんか普通にすっごいシンプルな服に合わせたいなと思ってます。白いタンクトップとかに合わせたいなと思ってるサングラスです。はい、かわいい。なんか水色ですね、両方。そういう感じかな。またおいおい紹介します。ちょっとほんと YouTube 頑張らねば頑張らねばならん、ほんとに。はい、そんなわけで今からこの動画の編集をします。はい。